れはジンベエザメよ、ケールー。海に住む魚の中では最も大きいそうよ。先生はシロナガスクジラだって。シロナガスクジラは世界一大きな動物よ。でも魚じゃないの。じゃないの？でも水の中に住むよ。何なの？哺乳類よ。哺乳類は陸にも海にも住めるの。呼吸に空気がいるのよ。でも魚は水の中にだけ住むの。空気は必要ないわ。水の中でもエラで呼吸できるからよ。じゃあ他の哺乳類って何？ああ、たくさんあるわ。そうね、ギルバート、あなた、イルカ。イルカ大好きだよ。僕が世界中で一番好きな動物だよ。ああ。なかなかいいだろう、ケイル。お楽しみの用意はいい？これがそのお楽しみだと思ってたよ。他にもあるの？もちろんあると思う。さあ行こう。ケイル、これがお楽しみだ。ほら、イルカと一緒に泳ぎたくないのかい？本当にイルカと一緒に泳げるの？もちろんだよ、ケイル。じゃあ早く準備しなきゃ。着替えてらっしゃい。こちらがスキッパーだ。僕、ケイル。おい、ケイル、キャッチボールはどうだい？キャッチボール。これをやってみないか？頭の上に上げて。そろそろ時間よ。帰る前にイルカさんにおやつをあげましょうか。ねえ、お腹減った？スキッパそろそろお別れの時間だよ、みんな。バイバイ、スキッパー。ありがとう。楽しかったよ。今日、ケイルはワクワクしていました。クラスのみんなと学校の遠足で水族館に行ったのです。みんなと離れないで。遠足バディと一緒にいてね。わあ。ケイルは水槽の魚を見ました。大きいのや小さいの、長いのや丸いの、そして思いつく限りのさまざまな色。
ケイルーは本当にすごいと思いました。君が一番好きだよ。ケイルー、おいでよ。早く来ないと見逃すよ。おっと、ごめん、今行くからね。バイバイ。うわあ、この部屋はもっと大きいよ。水の中の魚になったみたい。始まるよ。あれは何？ケイルーが見ると、誰かが魚と一緒に泳ぎ回っています。それはとっても楽しそうでした。わあ、あのつけてるマスクのおかげで水の中でも息ができるんですって。そしてあれのおかげで魚のように泳げるのよ。ケイルーは魚と一緒に泳ぎ回れるなんてすごいと思いました。それがどんな感じか想像してみました。いやー、元気？この近くで宝物見なかった？どうもありがとう。これはすごい宝物だ。そこにいたんだね。これを着るのよ。そして外に出るの、ケイル。オッケー。ケイルは宝物を見つけるのは好きですが、なぜこんな変なレインコートを着なければならないのかわかりませんでした。みんな用意はいい？少し濡れるかもしれないよ。さあ、僕らの友達トドくんだ。このコートを着ててよかった。ほら、サラ、僕まるで人手みたいだよ。ケイルーはダイバーになったり魚を見て楽しかったのですが、人手になるのはもっと楽しかったのです。今日はママとパパがケイルーとローズィーをウォーターパークに連れて行ってくれました。ケイルーはお兄ちゃんらしくローズィーに泳ぎ方を教えています。ほらローズィー、足をすごく早くバタバタさせればいいんだよ。こんな風に。さあ、やってごらん。上手よローズィー。ケイルー、とってもいい先生だね。見て、あの子たち海賊船と戦ってるよ。君の助けがいるみたいだよ、ケイルー。ケイルー船長、今行くよ。待って、ケール、まず日焼け止めを塗らなきゃ。でも僕、海賊と戦いたいんだよ。もし日焼けしちゃったら海賊と戦えないわよ。わかったよ。でも早く、海賊にウォーターパークを占領されちゃうよ。うわぁ、冷たいよ。じっとして、ケール。いいわよ。何？まあまあ、これじゃ僕海賊と戦えないよ。笑われちゃうよ。じゃあケイルー船長、いらっしゃい。ほら、これでもう大丈夫よ。頑張って。さあロージー、海賊船を沈めに行こう。いいかい、狙って撃て。やるぞ。気をつけろケイル、海賊たちが反撃してくるぞ。大丈夫だよ、任せて。
みんな逃げろ。わあ、やった、いいぞ。やったよローズィー、僕ら海賊からウォーターパークを守ったぞ。散々興奮した後だから二人とも少し休みたいでしょ。のんびり川で川下りするのはどうかしら。そりゃ面白そうだね。これはのんびりできるわ。ちょっと遅いよ、もっと早く行けない？あのヤシの木まで競争しようか、ケイル。いいや。追い越すぞ、ケイル。やったぞ、僕の勝ち。よくやったぞ、ケイル。どうしてこの列こんなに遅いの？我慢よ、ケイル。このウォーターパークで一番大きい滑り台よ。待つ価値はあるわ。あ、一番？2番目に大きい滑り台に行かない？大丈夫よ、ケール。滑り台は2台隣り合ってるから下まで一緒に滑れるわ。うん、じゃあ、いいよ。大丈夫、ママ。ちょっと怖いわ。手をつないでくれる？いいよ、ママ、僕がついてるよ。じゃあ、32、1、ゴー！なあ、ケイル、そんなに悪くなかっただろう。手をつないでくれてありがとう、ケイル。とても勇敢よ。すっごく最高だったよ。それじゃ、ケイル、すぐに戻るわ。ちゃんときれいに洗うのよ。いいよ、ママ。頑張って使命を果たすんだ、キャプテンケイル。あら、こんにちは。あなたは誰？いや、僕はケイル。ケールーという名の偉大な探検家の伝説があるわ。本当？ええ、そうよ。その人が失われた宝物を見つけて、それを私たちに返してくれるっていうの。わあ。力を貸してくれる？偉大なるケールー。もちろんだよ。その宝物を見つけよう。ほら、見て。中を見てみよう。これ、本当に大丈夫？キャプテンケール。行こうよ、一緒にいればきっと大丈夫だよ。ほら、あそこだ。ひょっとしたら。行こう、確かめてみよう。さあ、いいかい？1、2、3。やったぞ。やった！ねえ、あれ何？
サメだ。早く追いつかれるぞ。ケイル、ちゃんと洗い終わった？ああ、もう少し。いいわ。ならもう少しの間、キャプテン・ケイルーが後悔できるわね。